ジュンソフト。おとぎりそう。違うな。おとぎりそう。こんばんは、椿かなえです。今回はおとぎりそう蘇生編をやっていきたいと思います。Hi, I'm Kanae Tsubaki. This time, I will play おとぎりそう蘇生編。おとぎりそうって英語でなんて言うのかなと思ったんですが。Rather cut plant なわけもなく、意外と英語がないみたいで、正式な学名ラテン語ですね。で、ハイペリカンエレクタンとか言うそうです。さて、おとぎり草はチュンソフトが1999年に発表したサウンドノベルゲームです。実際にはこの蘇生編よりも前にスーパーファミコンで発表されたのが最初なんですけれども、それまでゲームにはこのサウンドノベルという形式がなかったそうです。そしてそこにこのおとぎり草の意義があると言われています。今でしたらサウンドノベルというと、よく美少女ゲームと言われますけど、そこで多用されている形式ですよね。そしてゲームの説明についてはこちらを見ていきたいと思います。まあ、大体皆さんご存知かもしれないですけれども、初めての方もいらっしゃると思いますので、おとぎり草の世界は、あなたが恋人のナミと山の中でドライブをしているところから始まります。楽しくデートをしていた二人でしたが、道端に生えているおとぎり草を見つけたあたりから雲行きが怪しくなります。突然の車の不調、事故、車を失った二人は雨の中をさまよい、一軒の古びた洋館にたどり着きます。その中でどんなに恐ろしく、そして不思議な体験をするかも知らずに、物語を進めていくと、途中にアルファベットのついた選択肢が現れます。そのどれかを選択することで、おとぎり草の物語は様々に変化していきます。おとぎり草はマルチシナリオです。どの選択肢が正解というわけではありません。その選択の一つ一つにその物語があり、思わぬ結末へと導かれていくのです。一度最後まで読み終えても、次のプレイではまた違ったストーリーと結末が
あなたを待っていることでしょう。そして読めば読むほど選択肢も増え、新しい展開がますます広がっていきます。そう、この物語を作るのはプレイヤーのあなた自身なのです。さあ、一体どんな物語が出来上がるのでしょうか。それは全てのあなたの選択にかかっています。ではサウンドノベル音切り草をお楽しみください。さあ、それでは早速始めていきたいと思います。とりあえず始めるっていいのか。音切り草の世界へようこそ。主人公の名前は公平でよろしいですか。名前を変える。ああ、これいきなり漢字がこれだけ並んでるってあんまりない気がするな。それじゃあ椿かなえならかなえで。これなって結構遠いんじゃない。そのまま始める。波の横側はいつ見ても綺麗だ。それが夕焼けに映えてなお美しい。川遊びの後の心地よい疲れからが波はほんのりと大人の憂いまで漂わせている。何かなえ、人の顔チラチラ見て。あ、いや、うん。僕は慌てて言った。あ、もう早速選択肢なんだ。おお、花も恥じらう美しさだ。おお、花も恥じらう花の赤さだ。最初からちょっとふざけてるよね。おお、花も恥じらう美しさだ。詩人の僕は言うことが文学的だ。うん、まあ気持ちはわかるけどね。これなんでこんなにカタカナを混ぜてるの。ナミはクスクスと笑った。それにしても寂しい道だな。ナミ、何見てるの。ナミは盛んに辺りを見渡している。見回している。うん、あの黄色い花、さっきからあの花ばかり目につくの。風に揺れる小さな黄色い花が塊となって点々と続いている。ああ、音切り草か。よく知ってるな。え？音切り草？ああ、弟を切る草って書く。へえ。ナミは手のひらに字を書いてみた。なんだか気味の悪い名前。けど、なかなか役に立つ草なんだよ。へえ、どんな風に？うちのお袋なんか、この時期になると、わざわざ田舎から取り寄せて作るんだけどさ、音切り草の束を乾かして焼酎に漬けとくと万能薬になるんだって。へえ、万能薬。ああ、傷には塗ればいいし、腹板には飲めばいい。腹板、蚊や蜂に刺された時も塗れば効くんだ。一瞬力かと思った。まるでコンビニ状態ね。ナミは目を丸くした。聞き上手なナミを相手に話すのはいつも気持ちがいい。気持ちって感じでいいと思うんだけどな。弟が前に全身にじんましんが出た時なんかさ、嫌がるのをお袋が無理やりこれ塗ったんだよ。カタカナちょ読みにくいな。
そしたらすぐに治っちまった。実はそれまでは俺も半信半疑だったんだけどね。すごいんだ。それってオドギリソウを焼酎漬けにするだけでできるの？ああ、花が咲いているとき作るのが一番なんだって。神秘的な花なのね。ナミは小さくため息をついた。でも見直しちゃった。カナエ、何でもよく知ってるのね。ただの二枚目じゃないだろ。うん、ただの物知りの三枚目。気を良くした僕は、ついでにオドギリソウの伝説を話して聞かせる気になった。ナミの怖がるホラータッチで行こう。オカルト調ならもっと怖がる。話に尾ひれをつけてみっちり話そう。みっちり話そう。じゃあちょっとオタクらしく、オタクっぽく。昔昔。何？突然。その昔、ある深い深い森の奥に高翔の兄弟が住んでいた。二人は仲が良く、いつも一緒に鷹を飼っていたんじゃ。何その言葉。いいから黙って聞けよ。鷹翔って鷹を狩る人だっけ？鷹で狩る人じゃ。ところで、高翔の名家として名高いこの家には秘密があった。というのは、昔から代々この家にだけ伝えられる鷹の傷を治す特効薬、その作り方の秘宝があったからじゃ。おかげで手塩にかけて仕込んだ鷹が、普通なら死んでしまうような傷を負っても立ちどころに治すことができたというわけじゃ。ずるいわね、自分たちだけって。おかげで兄弟は殿様からも可愛がられ、名声を欲しいままにしていた。そんなある日、殿様の命により、国中の鷹匠が皆集められて、鷹を使っての狩り大会となった。狩り大会？狩り大会みたい。ごちゃごちゃとうるさいな、もう。だって話が長そうなんだもん。とにかく長いけど聞けよ。じゃあ手短に話そう。長いけど聞けよ。わかった。僕は話を続けた。その日は朝から日本晴れ。狩りは順調に行われ、お殿様も痛くお喜びのご様子。ところが、びっくりした。急に大声出さないでよ。雷鳴大きく轟いたかと思うと、晴天にわかにかき曇り、バチバチバチと大粒の氷が降りしきる。わあこりゃ大変と逃げ惑う家来たち。あ、本当に雨が降ってきた。哀れなのは空高く舞っていた鷹どもじゃ。なんせその氷、大きいのは拳台もあるような異常気象のエルニーニョ。手塩にかけた鷹どもがバッサバッサと深手を覆って落ちてくる。まあ悲惨。当然鷹狩りは中止。ご機嫌を損ねたお殿様は5日後にもう一度狩りをやり直す。その時までに全ての鷹を直しておけ、さもなくば全員の首をはねるぞ、このきついお達し。無茶よそれ。その晩、なんとか秘伝の薬を分けてもらえないかと、すべての鷹匠が兄弟のうちに集った。誰だって首をはねられたくはない。兄上、どうかご一行と、気の優しい弟もそれに口添えをした。ええ、そしたら兄はガンとして聞かなかった。この村の者たちには祖先がひどい目に遭わされている。父は村人にだけは秘伝を明かすなと言って死んだ。今さら亡き父の言葉に背くわけにはいかんのだと。まあ
わかるけどね。その夜、弟は眠れなかった。気を紛らわそうと裏の池に出てみると、身投げをしようとする若い女がいる。何をするんだ。弟は走り寄った。死なせてください、お願いです。何を言う。なんとか女を池のほとりで押しとどめ、弟は訳を聞いた。実は父の鷹がとても5日では治りそうもないのです。父が首をはねられたら、残された私はとても一人では生きてゆけません。それならいっそ先にあの世で父を待っていようと。それを聞いた弟、家に取って返して秘伝の薬を持ち出してきた。さあこれをお使いなさい。これさえ塗れば鷹はなんとか5日で飛べるようになるはずです。そして村の他の人たちにも。よろしいのですか。絶対に死のうなんて考えないで、さあ早くお行きなさい。ありがとうございます。ご恩は一生忘れません。娘は涙を流して帰っていた。弟はこのことを兄には黙っていた。そして5日後、バレちゃうんでしょ。そう、金在の鷹はすべて飛べるようになっていた。お殿様は大満足。村の鷹匠たちもほっと胸をなで下ろしていたのだが。それで弟はどうなるの。弟はその日は狩りには出なかった。白装束に身を固め、覚悟を決めて弟の帰りを待っていた。するとそこへ、お兄さんが帰ってきたのね。帰るなり兄は言った。弟よ、悔いはないな。はい。そして兄はその場で弟の首をはねた。その時に飛び散った血が庭先に生えている草の葉についた。そしてその血の跡はずっと消えることなく黒い斑点となって残った。その後誰がつけたか、その草はオトギリソウと呼ばれるようになった。それでその花言葉は、あれ、花言葉はあったんだけどな。おかしいな、ど忘れしちゃった。初恋とか今の話のどこからそんなのが出てくんだよ。だって女の人と池のほとりで、なわけないよ。なんだっけな、もっと縁起の悪い言葉なんだ。切腹でもないし。花言葉は切腹、聞いたこともないわ。ナミは笑った。ないよな。僕も一緒に笑った。ないとは限らないよ。僕は冷静に言った。笑うことないだろう。僕は腹を立てた。ないとは限らないよ。僕は冷静に言った。この広い世界には切腹という花言葉を持つ花だって。ナミは不思議そうにあたりを見回している。つい見渡してって言ったよ。ねえ、こんな景色私見覚えないんだけど。え、言われてみると来た時の風景とはかなり違う。妙にどこかおどろおどろしく怪奇的で、まるでホラー映画かなんかのファーストシーンみたいな。ねえ、道に迷ったんじゃない。ナミが不安そうに顔を向けた。そこで僕は言った。これ選択肢めちゃくちゃ多いな。大丈夫、全ての道はローマに通ず。行きはよいよい、帰りは怖い。あの道この道、トーレアンス。トーレアンス。
もう何でもすぐはぐらかすんだから。僕はワイパーのスイッチを入れた。あれ？急に外が暗くなった。ヘッドライトをつけると遠くの路上に何かが動いているのが見えた。ねえ、あれ何かしら？僕はスピードを落とした。カナエ、目の錯覚か？気味が悪い。行こう。僕は思い切りアクセルを踏み込んだ。途端目の前に急カーブが現れる。あ、やば。僕は慌ててブレーキを踏んだ。ブレーキペダルが軽々と床につく。立て続けに二度三度踏んだが、やはりスカスカと底を叩くだけだ。車はどんどんスピードを上げて坂を下っていく。ブレーキが効かない。雨が狂ったようにフロントガラスに当たる。窓の横をすごい勢いで標識が飛び去っていく。前、前！ナミが指を突き出して叫び声を上げる。目の前のカーブがもうすぐそこまで来ている。僕は急いでクラッチを切り、ギアを落とした。前のめりになった体にシートベルトが食い込む。すぐ目の前、山の斜面が迫る。素早くハンドルを右に切った。キャー！ナミの黄色い声が耳をつんざく。なんとか衝突は免れた。途端いきなりの大高所だ。ダメだ、ぶつかる。僕は頭の中が真っ白になった。真っ赤になってハンドブレーキを引いた。真っ赤になってブレーキを踏み込んだ。真っ黄色な声で思わず叫んだ。これでハンドブレーキを引ける人なかなかいないと思うんだけど。あえて真っ青になってハンドブレーキを引いた。車体の後ろが大きく持っていかれる。車は道から外れて滑るように右の草むらに飛び込んだ。対向車はクラクションとともに去っていった。はあ、全身の力が抜け、僕はシートにもたれかかった。体中汗ぐっしょりだ。助手席を見ると、ナミもぐったりしている。大丈夫？私、死ぬかと思った。俺も。ナミの額にも汗が浮かんでいる。怪我はないか？僕はナミに聞いた。ここはどこだ？僕は辺りを見渡した。今度は見渡したのね。ちょっと車は見てくるよ。僕は大事な車が心配だった。怪我はないか？僕はナミに聞いた。うん、怪我はないけど、ほら、まだ震えてる。ああ、俺も。倒れてくる。僕らは車から飛び出した。ああ、カナエの車が。落雷で倒れた木が真正面から車を潰した。天井はへこみ、フロントガラスは割れ、見るも無残な姿だ。ああ、いいよいいよ。二人とも無事だったんだから。僕は強がりを言った。でも、かわいそう。ぺっしゃんこね。本当は泣きたい気持ちだ。ねえ、これオープンカーに改造できないかしら。あ、その手があったか。車は炎上した。それも儚い夢だったね。一瞬でも夢を持った僕がバカだった。どうせ無理だったんだよ。潰れた車オープンカーに改造したって、ただ格好悪いだけで。ブツブツ言っていると
ナミが背中を叩いた。何酸っぱいブドウやってんのよ。酸っぱいブドウ？ねえ、それより車はあんなだし、雨も降ってきたし、カナエどうする？これ実際困るよね。さすがのナミもちょっと不安そうだ。そこで仲良く明かりがないか探した。僕も不安になってナミにすり寄った。男らしく道を探すことにした。あ、草むらの向こうに小さな明かりが揺れて見える。ナミ、あそこで雨宿りさせてもらおう。僕は車からとっさに持ち出しておいた懐中電灯や着替えの入ったバッグを取り上げた。すごいな。雨が激しくなってきた。ナミ。僕はナミの手を取った。いや。ナミは急に恐怖を浮かべて逃げ出した。なんだよ、ナミ。あ、ごめん。カナエの顔、今、干からびたミイラに見えたの。ミイラ？思わず背筋が寒くなった。ナミがしがみついてきた。悪い気はしない。だが、ミイラって、何かの不吉な予兆なのだろうか。雨がひどくなった。急ごう。ああ。僕とナミは同時に声を上げた。辺り一面に茂っていた草花は、みんな、オトギリソウだったのだ。オトギリソウばっかり。ああ。それは道しるべのように木々の向こうの明かりの方へまで続いている。そこで僕は言った。とりあえず行ってみよう。なんかやばい気がする。やめようか。でもいいことあるかもしれないし。いいことあるかも。このシチュエーションでどうやったらそんなセリフが出てくるんだよ。よし、出発。あっ。不意に、ナミが足を止めた。どうしたんだよ。よ、どうしたんだよ。見て。ナミが指さした。おお。オープニングもすごかったけど、この時代にどうやって作ったんだろうね。それは大きな門のある古びた洋館だった。あのお屋敷。ナミは息を呑んだ。まるで自分で光ってるみたいだ。だよな。背筋に鳥肌立つのが分かった。カナエ、それでも行く？僕は胸を張って答えた。決断するのが男だ。怪奇の館みたいで面白そうじゃないか。二人でぴったりくっついていけば大丈夫。これだいたい選択肢 C がちょっとキモいよね。ぴったりくっついていこう。ええ、こうだ。僕はナミの腰を引き寄せた。と途端、僕の体は波から離れ、一回転して地べたへ叩きつけられた。いて。あ、ごめん、つい。大丈夫？こんなに綺麗に決まるとは思わなかった。ひどいよ、雨降ってるのに。波が護身術を習っていたとは知らなかった。そこで僕は、ことわざで言った。絶対選択肢来るでしょ。波さえいれば、鬼に金棒。骨折り損のくたびれもう結構ならぬ缶詰するが缶詰全部ふざけてるじゃん。缶詰でもいいから
このお屋敷のこの屋敷のお情けにすがろうという気になっている。門を入ると敷地の中は荒れ放題だ。草が庭中にぼうぼうと腰の高さまで生え、レンガ道の左右はまるで草でできた壁のようになっている。全然手入れしないんだな。ねえ、これ音切り草じゃない？本当だ、ここにも咲いてるんだ。これだけじゃないわ、ほらここにも、あそこにも。ねえ、ちょっと懐中電灯貸して。ナミは庭全体に舐めるように光を当てた。ちょっと水飲みます。僕らは思わず息を飲んだ。一本や二本ではなかった。庭は隙間なく音切り草で埋め尽くされて、なんでこんなにたくさん。突然強い風が吹き渡って、無数の花が波のようにざわめいた。波は門から屋敷の方へと移動して、最後に屋敷そのものを震わせるように打ち寄せて消えた。僕らは何か不吉なものでも見たように雨の中に立ち尽くした。ねえ、ナミが耳に手を当てた。何か聞こえない？ほら、何かカサカサって。え？風で草が揺れてんだろ。違う、それとは別に。音切り草の草むらからまだらの蛇が飛び出した。大きく開けた口には鋭い牙が光る。ほらこれ、この音。何言ってんだよ、蛇だよ蛇。僕はナミの手を取り、慌てて蛇の方に向かって、どうすんだ、屋敷の方に向かって走った。さっきの音、日本の蛇ってあんな音出せるのかな。だよね。ねえ、今のガラガラヘビじゃないの？どうしてこんなところにいるの？走りながらナミが大声を上げる。そんなこと知るか、ヘビ本人に聞けよ。猛毒よ、聞いている間に噛まれるわよ。僕たちはわめき散らしながら全速力で逃げた。玄関前の石段を駆け上がり、後ろを振り向くと、ヘビはなおもレンガ道をスルスルと追ってくる。僕はドアの取っ手をつかんだ。鍵がかかっていて、押しても引いても開かない。すいません、開けてください、すいません。中からは何の反応もない。カナエ、ヘビ来てる、ねえこっち来る。ナミが金切り声を上げる。そこで僕は言った。また選択肢くれ。入ろう、体当たりだ。こっちだ、窓からだ。ダメか、もう一度体当たり。ああ来る、もう謝っちゃおう。ふざけすぎだ。こっちだ、窓からだ。ちょっと乱暴だが、この際やむを得ない。僕は玄関の右の窓を壊そうと思った。ナミ、下がってろ。僕は窓ガラスに右の拳を叩きつけた。さあ、ナミも、ナミも。僕は割れたガラス窓から中へ入ると、ナミの手を掴んで引っ張り込んだ。ちょっと5時ですね。僕らは、やっと息をついた。ふぃー。こんなとこまで選択肢いらないでしょ。ふぃー。でもまず、断らなくっちゃね。ごめんください。もう死後じゃないの、もう。でも時代を感じるね。僕らは
何度も大声でさ大声で叫んだ、呼んだ。声はエコーとなって響くだけだ。明かりはついているのにね。消し忘れて出かけちゃったのかな。出かけたってどこへ？買い物とか、こんな山奥で？それよりナミ、あれなんだ？え？奥に汚れた水が満たされた大きな水槽がある。それは巨大な水槽だった。付着した苔の揺れ動きが不気味だが、水は沈黙している。左奥には革張りの大きなソファーがある。なんだかどこかで見たようなお部屋。え？ナミは不思議なことを言った。あ、おい、ナミ。ナミはどんどん中へ入っていく。ねえ、見て。水槽の横には鎧があった。へえ。触ってみようと近づいたとき、水槽を振り返ったナミが声を上げた。あ、水が。よどんでいた水が急にうねり、波打って、その中から苔でも泥でもないものがちらと覗いた。うわ、ねえ、今の何？好奇心から僕はガラスに近づいた。離れよ。僕は波と後ずさった。どうしよう。僕はキョロキョロ見回した。挙動不審だな。もっとよく見よう。僕は方法を探した。好奇心旺盛だな。ここは冷静に。離れよう。少し離れて、僕らは濁った水に目を凝らした。あ、今の。ナミが指さした。ん？え？何が？あれ、魚じゃなかった？え？どこ？あ、泳いでるわ。濁り水の中を何かがくねって回遊していた。思わず僕らは近づいた。結局近寄るんかい。うわ。ね、猫？僕らは水槽から飛び下がった。ね、猫に似た魚なんていたっけ？魚食べる猫なら知ってるけど。僕らはしばらく立ち尽くした。きっと何かの見間違いだよ。そうね。きっと光線の加減か何かだったのだろう。何？僕らは飛び上がった。二階よ。僕らは天井を見上げた。何かが二階で動いている。また。やっぱり人がいるのよ。ナミが言った。どうかな。あれだけ呼んでも返事はなかったんだから。ナミは二階を見上げている。誰かいるわよ、絶対。え？なぜ？視線。え？感じるの？鎧のせいだろ。だから見られてるような気が。振り返って僕は絶句した。鎧が。ナミもポカンと口を開けた。たった今まであった鎧が消えている。僕らが水槽に注意を奪われている間に。誰かが運び去ったのだろうか。まただ。やっぱり2階。行ってみよう。ええ。僕らは階段をゆっくりと登った。太い木の手すりがなんだか濡れているような感触だ。
気をつけて。ナミがそっと僕の腕を掴んできた。僕は階段を上りながら思った。2階に鎧を動かした奴がいるんだ。いや、鎧なんて最初からいなかったんだ。それは無理があるだろう。しかし、今の物音は何だったのだろう。動かした奴がいるんだ。2階から動かす。ラジコンかよ。ラジコンかな。物音かな。ここだ。返事ないわね。いないのかな。僕は思い切ってドアを開いた。中は暗く、人の気配はなかった。左隅に木のテーブルがあり、その上の電気スタンドが小さな赤い光を放っている。その横にはもう一つ低いテーブルが見える。テーブルにはグレーの布がかけられ、本が一冊置いてあった。電気ついてるんだ。お邪魔します。僕たちは部屋の中へ入った。あ、突然後ろでドアが閉まった。僕は慌ててドアのノブを回した。僕はドアに構わず、その本を見ようと布テーブルに近づいた。ホラーゲームの主人公じゃねえか。すぐ探索する。ナミ、ドア見て。僕は叫んだ。普通はこれかな。雷光が部屋を照らした。叶え。ナミが僕の腕にしがみついた。やあ！それは車椅子に腰掛けた干からびたミイラだった。本を膝の上に乗せている。低いテーブルだと思っていたのはミイラの膝だったのだ。どういうこと。膝小僧が笑う。ふざけすぎ。なんだ。歯の根が合わない。にゲロ。足が勝手に動き出す。これリアルに出くわしたらどうなるかな。突然スタンドの明かりが消え、部屋は真っ暗になった。車椅子が動き出した。あ、僕は後ずさった。いや、ナミが服を引っ張る。車輪のきしむ音が近づく。あ、早く、叶え、ドア。手が震えて、ドアがうまく開かない。早く開けて。やっと開いた。僕たちは転がるようにして廊下に出た。ここも真っ暗だ。どうやら全館の停電らしい。右も左もわからない。その時、妙な音が聞こえた。なんだ？あの音。知らない。ナミが暗闇でしがみついてくる。消えた。ナミ、俺の懐中電灯どこだよ。知らない。私覚えてない。他に何か明かりになるものは。とにかく懐中電灯を探そう。もしかしたらポケットにライターが。喫煙者なんだね。僕は喫煙者じゃないの。懐中電灯差が部屋の中かな。一瞬窓から雷光が差した。こっちだ。雷光を目当てに階段へ向かう。下へ降りると僕は目を皿のようにして懐中電灯を探した。あった。1階にあったんだ。水槽の前に転がっている。僕は階段を駆け降りると急いで懐中電灯を拾い上げた。今2階見たような、デジャブーのような。スイッチを入れ2階へ向ける。ぼんやりした丸い光が上の廊下に広がる。
ミイラの姿はない。次に四方を見る。何も変わったところはない。大丈夫だ。途端気が緩んだ。ダメ、足が。ナミがヘナヘナと膝をついた。僕もその横へ尻餅をついた。まあそう力抜けるかな、実際こんなことだったら。それにしてもミイラなんてこの現代日本に、何かの見間違いじゃ、僕は思った。よし、確かめよう。ホラーゲームの主人公来た。ここは男だ。一人で行くなよ。本当は一人で行くのは怖い。波を置いてっちゃダメでしょ。確かめる必要はないけど。どっちみち確かめるしかないね。一人で行くのは怖い。ナミ、え？俺、ナミのこと好きだぞ。何を急に？ナミの声が甘くなった。好きだぞ。離れたくないんだ。かなえ。だから、二人で確かめに行こう。え？何を？あのミイラが本物だったかどうか。ああ、ミイラね。いいわよ。僕はナミの手を引いて起こした。ナミ、何真っ赤になってるの？ううん、別に。さ、早く行きましょう。ナミは何か勘違いをしていたらしい。僕の手から懐中電灯を取ると、どんどん階段を上がっていった。なんだ、怖がってたから行くの嫌がると思ったのに、変なやつ。暗くなった途端、上から猫の声だ。おい、待てよ。2階へ上がってみると、ナミが黒猫を抱き上げている。目だけが怪しく光っていて、僕には化け猫のように見えた。おい、それ置いてけよ。やだ、だって可愛いもん。2階廊下は真っ暗だった。もののけでも待ち構えているみたいね。こっちには化け猫がいるさ。怖いこと言わないでったら。突然明かりがついた。ああ、よかった。でも誰がつけたんだろう。この子でないことだけは確かだわ。ナミは黒猫に頬ずりした。まあ、真っ暗よりはいいか。ミイラの間だ。入るぞ。ええ。ナミが部屋の明かりをつけた。あ、僕らはポカンと突っ立った。ミイラが消えてる。ミイラは車椅子ごといなくなっていた。日記だけが残っている。水飲みました。どういうこと？やっぱりいたずら？僕は開かれたままの日記を覗き込んだ。何が書いてあるの？いや、6年前の日付だけだ。僕は別のページをめくろうとした。それを邪魔するように黒猫がテーブルへ飛び乗って日記を落とした。黒猫、日記。ちょっとあの有名な魔女の家っていうあのホラーゲームを思い出しました。キャッ。黒猫は走り去った。なんだあいつ。僕は日記を拾い上げた。うわ、裏表紙にべっとりと真新しい血のりがついていた。ナミ、出よう。そうね。そこで、憤然と僕は言った。怒るんだ。
礼儀知らずにも程がある。こんなやり方はルール違反だ。この俺様がルールブックだ。もうふざけすぎしかない。もう全部ふざけてる。もうこの俺様がルールブックだ。 I'm the rule book。 僕らは廊下へ飛び出した。鎧。そこにさっき消えた鎧が立ちはだかった。うわぁ、いや、僕らは走った。逃げろナミ、離れるなナミ、急いで外へ。僕はナミの手を引いて走った。やっと玄関ホールへ着いた。あ、カナエ、ドアがない。あの大きな玄関ドアが消えていた。そこはただの壁だった。どうなってんだ。ここにドアあったわよね。勘違いだったということは絶対にない。おっと、ホラーゲームというか、なかなか超常現象じみてきたね。だがもしかしたら慌てていて、どこかよく似た別の場所へ出てしまったんだろうか。いやー、このシンメトリな、あのバイオハザードを彷彿するこのエントランスホールからしたらそれはないと思うけど。しかし今は逃げることだ。ナミ、窓だ、窓。ああ。僕らは力なく佇んだ。まるで屋敷が己の意志でそうしているかのように、窓という窓は瞬く間にバタバタと全て鎧戸を閉ざしてしまったのだ。鎧戸って言ったら、あの雨戸みたいなもんですね。外側についてる。鎧に追われて、また鎧戸。もういいからそういうシャレみたいな、なの。私たち、屋敷に食べられちゃったみたい。ナミが怖いことを言った。そういうのサイボーグ009にも出てきたよね。だから僕は言ってやった。食われてたまるか。食えるもんなら食ってみろ。俺を食ったら食中毒だ。もう、この選択肢も読んでて恥ずかしくなるな、もう。じゃあちょっと夏っぽく、食中毒だ。僕は手頃な武器を探した。僕はキョロキョロとあたりを見回した。何か武器になるものを探しておこう。すごい、やっつけるのね。うん、君がね。僕は暖炉の上の洋酒瓶を取った。そんなのでいいの？いい。怖くなったら飲む。玄関ホールから左右へ暗い廊下が伸びている。ナミが僕を振り返った。ああ、一階も廊下が伸びてるんだね。ねえ、どれからにする？僕は三つ並んだドアを睨みつけた。こっちだ。手前のドアから見るぞ。あっちかな。次のドアから見よう。そっちかもな。そっちの奥から見てみよう。もう肩からなんか独特だな、もう。あれ、どういう意図で演出してる、演出なのかな。これ、どれを選んだらいいのか全くわからないよね。もう選択肢。考えるだけ無駄っていう、考えても無駄。僕らは勇ましく歩き出した。最初のドアに手をかけた。そこは、広い食堂だった。わあ、大きなテーブル。映画だと、大金持ちがシャンパン、よくこういうとこで抜いてるわよね。右側はカウンター、その奥がキッチンになっている。僕は中を覗いた。うわ、何？見るな。とても波には見せられない。そこには、頭のないガマガエル、鳩の首、コウモリの翼など、小動物の残骸が食い散らかされ、撒き散らされていたのだ。出よう。振り返ると、ナミがいない。ナミが消えた。
ナミはあの化け物に連れ去られたのだろうか。僕は焦った。ナミ、ナミ、カナエ、ここ。うわ。ナミは僕の足元にしゃがみ込んでいた。びっくりした。どうやらナミも見てしまったらしい。な、何も言うな。出よう。ああ、気分が悪くなっちゃったってことね。あれ？なんだろう。僕は水槽の影に何かがあることに気づいた。電話だ。だが、手元へ引き寄せてみて、がっくりきた。なんだ、コードがちょん切れてる。コードの端は、まるで鋭い歯で食いちぎったように、裸線がむき出しになっている。食いちぎった。ネズミよね、きっと。そうだな。ネズミはコードが大好物だ。僕たちは気休めを言い合った。カナエ、何かいる？いきなりナミがしがみついてきた。すっと大きな黒い影が視界をよぎって消えた。魚。え？だって見えたのよ、背びれが。背びれ？人間より大きな魚だった。バカな。魚が立って歩くってかよ。だって見たんだもん。その時、いきなり電話が鳴った。まさか。だってコード切れてるのに。ナミは泣きそうになっている。それはまるで悪魔の呼び声だった。俺が出る。どいてろ。どいてろ。出るな。出るな。俺も出ない。いやー、これ、まあ、ホラーゲームでもよくこういうね、黒電話がかかってきますけども、実際にかかってきたら、出るな、と言ったにもかかわらず、あ、よせ、負けん気の波が先に出てしまった。すごいな。もしもし。すると波はビクッと耳を離して、僕に受話器を突きつけた。カナエ、聞いて。僕は受話器を耳に当てた。電話の中から、誰かの悲鳴だ。もしもし。だがもう、何も聞こえなかった。女の人の悲鳴だったわ。どうしよう。どうしようったって、どこのどなたやら。それに今の僕ら助けに行くというより、助けを呼びたい気持ちなのだ。何？ナミがビクンと飛び上がった。2階だ。まさかこの電話、内線だなってことはないわよね。内線と言ったらこの屋敷の館内にかける電話のことですね。誰かが2階から助けを求めてるってのか。ねえ、行ってみましょうよ。あ、うん。怖いの？まあ、バカ。ちょっと突っ張ったせいで、僕らは2階を調べに行くことになった。僕とナミは階段を登った。うわぁ、でもこれ実際、怖いよね。こんなことになったら。薄暗い2階の、いくつものドアが並ぶ廊下を睨んで、僕は深呼吸した。カナエ、きっとこの部屋よ。ナミの予知能力が冴え渡る。わかってる。僕はそのドアを前にして、震えながら思った。まさか口裂け女は出ないだろうな。なんで突然の学校の階段？それともトイレの花子さんが？よもや人面系がバーだなんて。トイレじゃないよね。口裂け女もまあ街に出るイメージだ。人面系、猫の次は犬かな。僕はおずおずとそのドアを開けた。ドアを開けて入ると、ムッとするほどの酒臭い匂いに満ちていたが、
そこは普通の客間だった。テーブルの上に光るものがある。料理用のナイフだ。料理用ナイフには何本かの草が絡まっている。おとぎりそう。僕は不吉な気分に襲われた。どうしたの？嫌なことを思い出したんだ。ほら、おとぎりそうの花言葉。え？何だったの？復讐。それじゃあここは復讐の館ってわけ。内部の刃先がキラリと光った。あ？邪悪な空気が室内に満ちた。感じたか？感じた。そんなナイフ捨てちゃって？ナミが叫んだ。僕は窓を開け、夜の闇へ思い切り放り投げた。窓開くんだ、開いたんだ。その時僕は思った。これはきっと僕らには関係ない復讐劇なんだ。それはどんな復讐ドラマなんだろう。興味津々な主人公いる。この屋敷に悲しいものを感じた。僕らには復讐劇だとしたら僕らに関係がない、とは思いにくいね。ここへ誘われたみたいな。悲しいものは今のところ感じないかな。これはちょっと興味津々すぎる。 That's too curious. 関係ないといいけど。僕らは念入りに2階を調べた。いわくありげに釘を打ちつけた開かずの間がある以外は、さっきのミイラの間も含めて人の気配はない。2階にはもう誰もいないってことになるな。少なくとも人間とミイラと鎧の姿はなかったわ。どこ行ったんだろうね。僕らは不吉なことは考えないようにした。よし、この開かずの間、なんとか開けてみよう。僕はそのドアを調べ始めた。ねえ、下へ行きましょうよ。ナミが急に言った。え？私、お腹空いちゃったし、カナエだって空いてるでしょ？腹が減っては戦はできぬ。武士は食わねど腹は減る。変なことを言っている。僕は思わず波を見た。いつもはこんなことを言う波ではない。人の家へ来て勝手に人のものを食べようだなんて。波は恐怖のため言っているのだろうか。うわー、怖。いつもはこんなことを言う波ではない。それともいつもの霊感じみた予知能力で何かを感じて。おい、ナミ。ほら。ナミは笑った。やっぱり、お腹空いてる顔。いや、そんなことは。僕の暗示にかかりやすいお腹が反応してしまった。先に行くわよ。ナミはくるりと背を向けた。待てよ、おい。一人で行くのよせ。とりあえずここはナミに合わせておこう。ナミと食堂へ向かいながら僕は思った。美味しい食べ物があるに違いない。さっきの食堂だったっけ？さっきの厨房を見てよくそんなこと思うな。いや、腹さえ膨れれば何でもいい。いやー、コウモリは食べたくないな。でも人様のものを食べちゃってもいいのだろうか。まともなもの出てきたね。これどれも選ぶ気にならないんだけど。でもなんかこんなこと言われたら、もう私もちょっとお腹減ってきたな。食べちゃってもいいのだ。いやー、これ選べない。まああるといいなということで。僕らは食堂の奥にある調理場へ入った。旧式の大きな冷蔵庫がある。人が5人は入れるわね。業務用みたいな。開けてみると、庫内にはナスとジャガイモと長ネギ、
かぼちゃなど少しの野菜があるだけだ。あるんだ、野菜が。ということは冷蔵庫もちゃんとついている。電気がついているのか。電気が来てる。毒入りではなさそうだが、うまそうでもない。食おう、とにかく食おう。だがこの野菜どう料理するか。私に任せて。うお、ナミの手料理か。感激。水もガスも使えるようだ。すごいな。水飲みます。ナミは大きな鉄鍋に水を満たし、ガスレンジに乗せた。はい、オッケー。え、ナミ、ひょっとしてそれ、茹でるだけ？え、違うの？コントなら、ここでずっこけるところだ。いや、まあ、それも立派な手料理だけどさ。バカね、冗談よ。これだけの材料で、びっくりするような料理にしてみせるわ。あれだけ、野菜があって、お湯沸かして、そうだね、ちょっとこう、出汁ができたら、ちょっとブイヨンだっけ、ブイヨン入れて、ポトフとか。Thanks。よかった。ナミは、やっぱりナミだった。カナエはそこで待っててね。ナミはにっこり笑って、レンジに向かった。やっ！ナミが飛びのいた。いきなりレンジに火がついたのだ。誰がつけたの？俺じゃない。私でもないわ。僕らは分かりきったことを確認し合っている。ガスの炎は異常に大きい。たちまち鍋は煮えくり返った。うわ！今度は水道が一人で逃げた。どうなってんだ？ガスと水道はピタリと止まった。かなえ、私の手料理、お預けみたい。つぶやく波に僕は言った。いいさ、もっといい条件の時作ってもらうよ。あ、これいいね。ちょっとこう、ギャグが効いてて。ちょっとタフガイな主人公。待てよ、俺きっと直せるよ。業者か？平気だよ。野菜なんて生で食えばいいさ。ちょっとこれいいね。まあでも直せ。いやー、水道もガスも。水道はまあいい、ほっといてもまあお水は汲んでるはずだから。レンジの様子を見ようとした。あれ？どうしたの？怖い顔して。今、僕は辺りを見回した。今、何か聞こえなかった。え？何が？なんか、女の人の悲鳴みたいな。気のせいじゃないの？いや、確かに聞こえた。あっちの方からだ。僕は窓に近づいた。暗くて外は見えないが、何か嫌な予感がする。ちょっと、見てくる。どうする気なの？女の人に何かあったんだ。待って、私も行く。僕とナミは食堂を出た。ねえ、ちょっとライター貸して。え？どうするんだ？結局、ライター持ってるんだ。見ると、ナミはテーブルにあった銀の食材を持ってきている。私も何か明かりを持ってないと心細くって。ナミは僕のライターでろうそくに火をつけた。ありがとう、返す。ナミは火のついた食材、僕は懐中電灯を握りしめて廊下を進んだ。ねえ、本当に声なんかしたの？いいって、恨みがましく、細い泣き声のような。でもそんなこう、そんな音も聞こえなかったけどね。やだ。ナミは怖そうに身震いした。でもどうして悲鳴なんか。もしかしたら強盗かなんかに入られたとか、それで言うと、自分たちだよね。強盗？あり得るだろう。もしそうなら、あかん、ありえないよ。もしそうなら、明かりがついているのに、
なんで家の人が出てこなかったのかも、そう説明つくし、まあそうか。廊下は突き当たりを右に折れ、屋敷の奥へと続いている。だんだんと幅は狭く、天井も低くなっている。そして妙に薄暗い。懐中電灯を向けると奥に小さな鉄のドアが浮かび上がった。きっとあのドアの中だ。気味の悪いドアね。なんだか秘密の実験室って感じ。ナミの言う通りだ。鋲がむき出しの無機質な作りで、塗られたペンキはほとんどが剥がれ落ちて、全体が赤黒く錆びついている。開くのかな。僕はノブに手をかけた。ほら、今の声だ。聞こえただろ。さっきと同じ声だよ。結構独特な声、怖い悲鳴だね。ナミは目をまん丸にして、かぶりを振った。私、聞こえない。きっと怖いからそう言っているだけだ。よし、行くぞ。僕は思い切って、そのドアを開けた。うわ。開けるなり、風と水しぶきが吹き込んだ。ここ、裏口だったのね。得られたんじゃ、何も見えないぞ。懐中電灯を向けると、左手奥の方で何か反射するものがある。結構もう最初から思ってたけど、読みにくいよね。まあ、結構難しいよ。あれ、なんだ？音質よ。ということは、悲鳴は音質の中からだったのか。あ、ナミが小さく叫んだ。どうした？消えちゃった。ナミは手にした食材を恨めしそうに見ている。そりゃ消えるよ。雨降ってるんだから。どうしよう。いいよ。懐中電灯あるんだから。僕は食材を足元に置くと、ナミの手を引いた。さあ、行こう。僕らは、ぬかるみの中を歩き出した。音質か、怖いね。歩きかけていた、ん？乾きかけていた服は、すぐにびしょ濡れ、靴も泥まみれになった。いやー、この状況でびしょ濡れはまずいよ。誰かいるのかしら。歩きながら、ナミが小声で聞く。いないと思う。え？生きてる人は、っていう意味でね。そんな。ナミは、きつった顔で息を飲んだ。だってさ、もし誰かいるなら、僕らの懐中電灯の光に、絶対気づいてると思うんだ。何の反応もないところを見ると、もうすでに。なんでそんな怖いことばかり言うのよ。ナミは泣きそうな顔になった。僕たちは温室の前に着いた。中は真っ暗よ。温室のガラスに顔を押し付けて、ナミが言った。僕は懐中電灯の光を中へ差し込んだ。ああ。僕とナミは同時に声を上げた。まただ。音切りそうだった。他の観葉植物に混じって、小さな黄色い花が寄り添うように咲いている。復讐の温室。ナミがぼそりとつぶやいた。おい、気持ちの悪いこと言うなよ。何を自分はしょっちゅう言うくせに。うわぁ、怖いね。僕らは注意深くガラスの中へ光を当てながら、温室の周りを回った。周囲は特に変わったこともなく、とうとう温室を一回りしてしまった。結局、誰もいなかったね。僕らは屋敷に戻ることにした。でも、念のため、
温室の中も調べようか。ホラーゲームならそうする僕は温室の入り口へ足を向けた。うわぁ、見たくないなぁ。でも温室を外から回って見たなら中は見えるはずだよね。ということで戻ることにした。結局誰もいなかったね。ほんとね、なんだか二人とも拍子抜けだ。え、戻れるんだ。戻れるのかな。と、その時、音の方に光を向けると、温室のドアが風に煽られている。突然、不吉な予感に駆られて、僕は波の手を取り、ドアまでかけた。そこには大きく赤く波と書かれていた。揺れるガラスが跳ね返す光が雨の中の僕たちを撫でるように照らしている。波は息を呑んで立ちすくんだままだ。偶然だよ。急いで言ったが、我ながら説得力もなく、間が抜けているのがわかる。風に煽られたドアがまたきしんだ。波は石のように動かない。波、戻ろうよ。僕は精一杯明るく言った。な、戻ろう。ナミは動こうとしなかった。なんで？どうして？無理もない。ナミの声はショックでかすれてしまっている。ちょっと私の声もかすれてきたのでまた水飲みます。ナミ、気にしすぎだよ。だって、偶然。だって俺たち、ここ来たの初めてなんだから。関係ないよ。この家の人に、たまたま同じ名前の人がいたんだよ。家の人に聞いたら、なんだそんなことだったんですか。っていうようなことだよ、きっとそうだよ。僕は自分でもそう信じたくて、一気にまくし立てた。ナミはやっとうなずいた。きっとそんなところね。さあ戻ろう。いつもナミは立ち直りが早い。僕とナミは屋敷に戻った。なかなか音質怖かったですね。さあ、それではここで休憩として一旦終わりたいと思います。続いてどんな展開になるのか、もうちょっと選択肢もわけわかんないじゃなくて予想できないですけれども、はい、椿かなえでした。ありがとうございました。もしよろしければぜひいいね、コメント、チャンネル登録いただければ本当に嬉しいです。Thank you for watching. Don't forget to like the video or comment and subscribe to my channel. I'll be really glad. それではありがとうございました。